はい、今回は白猫プロジェクトやっていきたいと思います。はい、今回はシャロットが親密度マックスになります。はい、なので動画撮ってます。やっとです。うん、長かった。はい、タウンいきます。やったやっとや、シャロット長かった。シャロットシャルロットを見かけます。なんと、ニコの演技も疲れるわ疲れるわってことで、はい、なんとにゃにゃにゃ、ここがシャルの故郷ね。なんとかでいいとこじゃないの。本当に来ちゃったし、本当にさあ、ご実家に着きましたよ、シャルロさん。ここまで来たら腹くくっちまえ。ひと言だと思ってからに。あ、シャルお姉ちゃんだ。わーい。うわ、先生、シャルお姉ちゃんが帰ってきたよ。ティム、エリー、ティム、待ちなさいっての。まだ心の準備が。うわー、おっさんや。お、シャルロット、お前なのか。はい、久しぶりじゃわい。手紙の一つくらいよこさんか。ずっと心配しておったんじゃぞ。ごめん、私も忙しくてさ。まあ無事な姿を見えただけでもよかったわい。ところで巫女様の務めはええのか。今はそのお休みをもらってる感じ。おお、そうかそうか。ならお供の方も一緒に今日はゆっくりしていきなさい。いや、もう戻らないとだし。こう見えてスケジュールが詰まっててさ。シャル姉ちゃん、また巫女様ごっこして遊ぼうよ。いや、だからね。たまには遊んでよ。いいでしょう、お願い。つわものたちよ、公園の巫女の名のもとに悪しき者どもを殲滅せよ。うわ、シャルに巫女様だ。よし、悪い奴やっつけろ。もしかして俺のことか。滅せよ。おい、ガキの遊びごときで真剣抜くんじゃねえよ。あはははは、わーいわーい。何やってんだよ私。無邪気に遊んでる場合じゃねえだろっつの。結局巫女様やりたこと言えませんでしたね、はい、このまま羊についたら後が怖いんじゃないの。私、時折思うのです。なぜ敬語。うん、巫女様ごっこの続き。世界とは全てが嘘なのです。真実はいつだって残酷です。知ることが幸せとは限りません。人々が求めてるのは
真実ではなく、安心できる優しい嘘なのです。これがニコの私が導き出した最後の答え。嘘こそが真実、これが真理です。さあ皆さん帰りましょう。私たちのいるべき場所へ、そこにある真実を求めて。いとこにやっちゃって。いって、いやだ、怒られるの怖い、まだ死にたくない。よし、プレゼントします。友情覚醒、いきます、ドン。やっとや、し、来い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 、よしよし、おう、よっしゃー、これが初めての友情覚醒です。そこにちょっと OK、 よし、ということで友情覚醒でした。ご視聴ありがとうございました。バイ。